この日のイベントを見ますか？頼もう！うち、道場じゃないから。まさかこんなに手強いとは。ごめんね、サイカ。私じゃ力になれなくて。ううん、いいんだよ。気にしないで。サイカのこと、ちょっとは楽にしてあげられたらなとか、勝手に思っちゃってたんだけど。そうか、現実は甘くないのか。いいよ、本当に。私、そういうことはやっぱり、自分で言うよ。あ、でもあの頑固なおばあちゃん相手にいろいろ粘ってくれて嬉しかったよ。助けてくれようとしたユーノのその気持ちが嬉しいから、それだけで私ちょっと変われる気がする。そっか、うん、分かった。ちょっとでもサイカの力になれたとかきっかけになれたんならそれでいいや。でもそれだけじゃちょっともやってするしな。いいってば。そこまでされちゃうとさすがに悪いよ。そうだ、今度ね、 CD のリリースイベントがあるからさ、それ見に来てよ。サイカの分手配しとくから。本当はもっと大きいドームとかでやるライブならよかったんだけどね。でも今の私がサイカにあげられるの、これ
くらいだし。そんなこと。その日はサイカのために全力で目立って精一杯歌うから。ユウナ、だからさ、それでサイカが元気になってくれればいいの。私も嬉しいし。うん、ありがとう。やっぱりユウナはいい子だね。お、なにそれ、その言い方なんなんだよ。よし、今までで一番練習頑張るぜ。うん、応援してる。レインボーステージ。新しいイベントアイコンが開放されました。この日のイベントを見るよ。
ユウノ。ん？そのこないだは呼んでくれてありがとう。お礼ならもう聞いたよ。うん、そうだったね。でも改めて言いたい、かっこよかったよ。なになに、照れさせても何にも出ないからね。私はただ好きで楽しくて。そしたらもっと好きになりたい、もっと前に進みたいって思ったからやってるだけ。そうなんだ。なんか、ユウノらしい。ん？変なさえか。よく言われる。じゃあ私、これからちょっと出かけてくるから。うん、行ってらっしゃい。気をつけて。あいよー。ふん。さあ、頼もう！もしもし？あの先生。どうしたの、さやかさん。なんだか深刻そうだけど。ユウノがまだ帰ってこないんです。携帯も繋がらなくて。それで何か聞いてないかなって。そうなんだ。もう私は何も。そうですか。やば、携帯学校に忘れた。マネージャーさんとの連絡どうしよう。待ってて、取ってくる。私足早いから。って、ちょっと、もうこんな時間だよ。勝手に学校忍び込むとかやばいって。大事なんでしょ。だったら取ってくるよ。でも大丈夫、助けるよ、ユウノのこと。ユウノが輝いてるところ見たいから。私にできることは私に任せてよ、ユウノ。
おーい、誰かいませんか？ダメか。行かなくて、私もう一回言ってたんだ。そんで決まりばっかりでサエカを縛るんだったら、サエカを私にくれって言ったんだけど。そしたら私のことサエカと並ぶのにふさわしいのかどうかわからないとか聞くからさ。もう何を言ってるの。サエカと対等だって見せようと思って、そしたらサエカのできること私だってできるんだって証明しなくちゃで。それでこんな無茶したの。うん、サエカが修行とかやってた山行ってきてやったぜってくらいならなんとかなるかなって。何のクエストなの？発注してないよ。ごめん、心配かけたよね。当たり前でしょ。そんなことしなくても、ユーノがそう言ってくれるんだったら私ユーノのところに行くよ。家を出る。いやいや、そんな大ごとにしなくても。ユーノが辛い目に遭うより何倍もマシだから。私はサエカのためにって思って。うん、ありがとう。でも危ないことしないで。ユーノに何かあったらやだよ。すみませんでした。うん、じゃあほら行こう。行こうって。そうだよ、なんで私がここにいるって分かったの？道分かるの？携帯だって圏外になっちゃってるし。ああ、うん、そのおかげ。ユーノの携帯反応が途切れたのがこの山の近くだったから。
もしかしたらって思って。え？こんなこともあろうかとスマホの GPS をたどれるようにしておいたの。怖っ！なんだこの現代忍者、スパイか。あとは足跡とか折れた草の跡とかたどってきただけだよ。それにユーマのこと考えながら走ってきたからかな。科学的なんだか非科学的なんだか。歩ける？足はまだあるよ。見せて。あ、なんでなんで。ちょっと靴ずれしちゃってるかもね。そんな普通の靴でこんなところ歩いちゃダメだよ。サエカだって人のこと言えないじゃん。私より泥だらけだし。急いでたから。それに私は鍛えてるし。あ、私だってほら今はいいから。あ、応急処置するからちょっとそこ座って、じっとしてて。痛い。アイドルなんだから自分の体大事にしなさい。うん、そうじゃなくても私が言うんだから大事にして。山登ったりとかこういうことを修行以外でもしょっちゅうやってるの？え、私をなんだと。たまにさ、こういうことしたくならない？全部放り出して知らないところに行きたいなみたいな。危ないよ。へいへい、分かってたよ。まあ気持ちは分からなくもないかな。日常とのギャップとか背徳感みたいな。そこまで歪んだ話じゃないし、単にさ、他人と違うことがしたいって気持ちとかふわっと思うことあるでしょ。私は逆に普通になりたい。普通がいいよ。何か不満？普通じゃなくてもいいよ。サイカでいい。わかった。役に立ったじゃん、忍者。私は助かったよ。そうだね。
それは修行しててよかったって思う。でもね、たとえ私に何の力や技術がなくても、ユーノのことだけは助けに来るよ。どんな時でも絶対に守るよ。なんだよサイカ、恥ずかしいこと言いやがって。さすがに手裏剣とか刃物はないけどね、防犯ブザーとか催涙スプレーとかなら持ってるから、痴漢ぐらいだったら撃退するよ。へえ、そりゃ頼もしい。なら私の武器はこれだけかな。え、それ折り紙の手裏剣。そう、ずっとカバンかポケットには入れてるんだ。そんなのただの紙なのに信頼しすぎ。ほら、やっぱ特別な方がいいでしょ。うん、そうかも。こんなこと他の人たちはしないよね。そう、それ分かってくれると思ってた。こういう気持ち一緒に感じるの誰でもいいわけじゃない。よくわかんないこの気持ち、わかるよね。わかるよ。特別になりたい、他の誰かと一緒じゃないやつ。うん。はあ、よかった。もう何気を抜いてるの、まだ帰る途中だよ。見ればわかるよ、草時ばっか。この辺りもね、昼間だと景色が綺麗なんだよ。そうなんだ、今はただの怖すぎる暗黒だけど。今度ハイキングにでも来ようか。え、もうトラウマなんだってば。冗談だよ。足は大丈夫？痛みは平気？痛いの別にそんなに嫌いじゃないし。何それ、急に性癖暴露されても困るよ。変態か！自分で言ったんでしょ。サイカがいてくれるから平気だよ。そう、でもなんかさ、サイカとこんなに密着しててこんなに近かったら話したいこといろいろ思いついちゃうな。言って、聞くよ。じゃあまだちゃんと言ってなかったことあるからさ、それにしよっかな。サイカにだけは言っておくけどね、私実はサイカのこと好きなんだ。超好き。ふーん、私も言うね。あ、こういうのは対等じゃないと。わかった。うん。私はユーノのことが大好き。ありがとう。うん。相変わらず真面目。だからってわけじゃないよ。いいの。そんなサイカが好きなんだ。親友以上にこれからもずっと一緒にいたい感じにさ。きっと友達のままでもずっと一緒にはいられるよ。そういうことじゃない。この世で一つしかない、サイカの分しかないんだよ、この好きは。知ってた、私もそういう好き。
知ってた。それも知ってた。あちゃー、読まれてたか。なんかはず。そうだね。本当に？そんな顔してるかな。見せない。ちぇあ、ちなみにそのさ、彼氏とかいないし、いらないよ。そういう、言うのこそ。ないない。この世で一番私のことを分かってくれて、一番私のことを好きでいてくれるの、二人だけ。この世で一番私が好きになれるの、一人だけだよ。まあ、その相手がたまたま、ちょっと不愛想で、こんな可愛い女の子だったわけだけれどもさ。女の子だからとかダメな理由にはならないよ。そういうルール、私はもう気にしないことにしたから。普通じゃないとか思わない？私ももう普通にならなくてもいい。そんなことより、ユーノにこの気持ちを伝えて、伝えられて、そういうことの方がもっと大事。じゃあ私、サイカの特別になれるかな？もう、なってるよ。さすが、私の特別だ。ユーノがいつも私に一生懸命でいてくれるの、分かったから。ユーノ、サエカ、帰ったらキスとかしようか。うおな、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 何言ってんの？好きな相手とはそういうことするんじゃないの？したくならない？ユーノも認めたらすっきりするよ。なんでそんなことさらっと言っちゃうかな。好きって思ったから。他に理由いる？真面目怖い。あ、どうした？なんか急にユーノをおぶってるの恥ずかしくなってきちゃった。ちょっと下ろすね。うわ、なんていうか、こんな気持ちで触れていいのかなって思っちゃって。確かめてみてよ。だから触れたくなるのかもね。で、照れてるんだ。どうして？照れたり恥ずかしがったりしてるとき、髪の毛かき上げるでしょ。耳の高、相変わらずだなって思って、はあ、全然気づかなかった。前からそうだよ、ずっと見てるからね。私も見られてたか。こういうのさ、ここまで好きだとこれはもう恋人でいいなって感じ。なりたい。いい
ね。じゃあ今から私たち恋人？私たち恋人同士。それいい響き、気持ちいい。わかる。ところで何やってんだろうね、私たち。本当だね。でももう少しだし、歩ける？あ、もう少しなの？ほら、あ、あれ、もう普通の道だ。暗くて見えなかったのかもしれないけど、脇道に入ってただけだよ。させないよ、駆けつけるから。ならいいや。あとそうだ、玉木先生にも心配かけちゃったからちゃんと連絡しとかないとね。ああ、ほんとすみません。いいよ、言うのになんともなければ。帰ろうか。これはどんなお話なんだろうね。この日のイベントを見ますか。卒論なんとかなったんだって。そうなんだ、ちゃんと先生になれるといいよね。だね。これからもさ、私たちでたまちゃんの応援してあげないとだしね。そうだね、立派な先生になってくださいってね。嬉しいこと言ってくれるね。うわ、玉木先生来ちゃった。そのようだね。お祝いしてほしくて。求めに来るとか。それだけ嬉しいってことなんですね。あれ、二人ともなんていうか雰囲気変わった？え、そう見える？うん。それにちょっと羨ましいかな、なんて。何が？サイカさんのことは私がちゃんとついててあげなきゃって思ってたというかね、しっかり面倒を見てあげなきゃって勝手に思ってたんだけど、もうそんなおせっかいの必要もなさそうだし、ゆうちゃんの一番近くにいるのは私かなって思ってたら、なんだかサイカさんの方がお似合いみたいだし。タマちゃん。でもね、私はずっと教え子としてサイカさんを見守ってるし、これからもずっとユウちゃんのファンでいるよ。大事な人たちのことを見守る立場っていうのかな。二人のことを見てたらね、私のなりたかったっ
っていうか、求めてたっていうか、憧れてた先生にちょっとだけ近づけた気がするの。だからこれからもずっとそうしてたいなってこと。はい、私にとってはずっと先生です。私のことこれからもしっかり応援してよね。うん、任せて。じゃあさ、今日のお昼はお祝いにどっかご飯食べ行こっか。あ、いいねいいね。ですね、そうしましょう。おお。リリクルレインボーステージ。新しいイベントアイコンが開放されたよ。この日のイベントを見ますか？何？デートしようぜ。え、デートってデート？そう。なんで？なんでって嫌なの？ううん、そわそわしてる。嬉しくて。あのさ、私はサエカが好き、サエカは私が好き、一緒にいたい、遊びたいでしょ。うん、だったらデートする。そうなるの。そっか。うん、わかった。じゃあちょっと待ってて、すぐ準備するから。うん。あ、ねえユウナ。ん？何？私こういうそのデートとかってしたことないからね。どういう格好をしていけばいいかわからないから、ユーナの意見を聞きたいなと。ふむふむ、なるほどね。そりゃちょっと気合入っちゃうのもわかるし、私もそういう気分だけど、でもいつも通りでいいよ。普段通りの私の知ってるサイカでいい。でもそれじゃあ、私は全然オッケーなんだけど、やっぱ才華的には気にしちゃう？うん、だって初めてだし、好きな相手と初めてのデートなんだし。わかった。じゃあこれつけて。これおそろい。いいね。でしょ。じゃ、準備ができたら出発だぜ。おう。あ、やっぱり休日だから人が多いね。もっとテンション上げていこうよ。上がってるよ、だいぶ。わかりづらいって。そう、言うのなら分かってくれると思ってたんだけど。お、嘘。え、我慢してた。何それ。楽しいね、言うの。お、
うん。なに？かわいいな、おい。からかわないって。からかってない、素直に言ってるだけ。そう。ふん。あ、ほらあそこ、ゲームセンター行こうぜ。どうする？どれから遊ぶ？ユウノに任せるよ。私、あんまりこういうところ来ないし。見て回るだけでも比較的楽しいよ。なんかそれもやっとするな。せっかくなんだしさ、なんかゲームやろうよ。でも、いいからいいから、体動かす系とかやってみたら結構ハマっちゃうかもよ。うん、じゃあ、あれやろうよ。ん？ほっほー、なかなか目の付けどころがいい。いや、逆に悪いのかな。何？そんな物騒なゲームなの？私のことなんだと思ってるの？好き？いや、それは嬉しいけど。言うの？あ、違って、歌って踊れるアイドルちゃんでしょうが。そうだね、駆け出しの新人なの、フレッシュなの。じゃなくって、それダンスゲームだから。ああ、それに私もともとこのゲームは好きだったしね。じゃあ得意なんだ。まあね、それほどでもあるかもね。ならやめとこうかな。え、なんでなんで？負けっぱなしになるのなんか嫌だし。そういうとこ負けず嫌い出しちゃうか。大丈夫、手加減してあげるからさ。まあいいよ、ユーノがやりたそうだし付き合ってあげる。へいへい、あざーす。ありがとうございますだよ。ありがとうございます。ん、ほんの見てろよ。覚えた。なんだと？くっそー！なんで平気な顔してそんなに激しく動けるのさ！スカートからパンツが見えないの術。修行が必要だよ。どんなどんな？なんてね。え？はい、私の勝ちみたい。ブス。なんていうか、ごめん。いいよ、もう一回勝負。いいの？次は発症してやるんだから。うん、わかった、手加減しないね。お、おうよ。疲れた。この私にここまでついてくるとは。やるね。
アイコンの出てくる順番全部同じなんだもん。普通はそれが分かっててもできないものなの。え、そっか、普通じゃなかったんだ。たく、サイカの集中力と動体視力を侮っていたじゃん。なんかごめん。もういいよ、楽しかった。え、本当に負け越したのに。ほっとけ。っていうか、本気で全力で精一杯遊んだんだから楽しかったな。サイカと一緒だったんだから楽しくないわけないしね。で、サイカはどうなの？思ってたよりかなり、すっごく楽しかった。よし、やったぜ。それにね、サイカの新しい一面を発見できたよ。こりゃ格ゲーなんかも修行を積ませればなかなかの猛者ね。ちょっとごめん、お手洗い。うん、疲れたからそこで待ってる。すぐ戻るから。はいよ、ごゆっくり。あれ、ユーノ、こっち。あ、ちょ、走るよ。あ、うん。近道する？え？ロープは使う？壁とか登るなら気をつけてね。いやいやいや、無理でしょ。じゃあやっぱり走ろう。うん。私が守るから大丈夫。ありがとう。でも無理しないで。ん？自分のことも大事にしなよ。私に同じ気持ちさせたいわけ？あ、うん、ごめん。サイカが大事にしないなら私がするからね。私は割り切ってるから、割り切ってるから平気だって思ってた。でもユーノと一緒にいたら
それができなくなっちゃった。困る？うん、嬉しいの。恋人同士だもんね。恋人？ん、どうしたの？え、もしかして照れてる？また髪触ってる。え、言うのにだけ分かりやすいように合図だよ。そりゃ助かります。誰かと出かけるのやっぱり楽しいんだね。その誰かって誰でもいいってわけじゃないんだな。え、私と一緒だから楽しいんだよ。当たり前すぎるよ。ああ、熱い。自分で言ったのに。言いたかったんだもん。つまり言うのも楽しいってことだよね。当たり前、超楽しいだね。リリクルレインボーステージ。新しいイベントアイコンが解放されました。